こんにちは、ダイレクトライン社長の広島です。今回はたくさんリクエストいただいたピアノ弾き語りのフィルの入れ方を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。ピアノ弾き語りをやっていて、なんだか一本調子に感じるという時は、大抵このフィルがうまく入ってないというケースが考えられます。ではですね、ピアノと歌と絡むようなフィルはどのように作っていけばいいのかというところを、中心にやっていきたいと思います。ここではですね、例として秦基博さんのひまわりの約束、これを、キー G にしてちょっとやってみたいと思いますね。最初の、メロのコード進行で G から F シャープ分の D、 どうして、そしてC コードから G、 そしてまた F シャープ分の D、そして Em7、 そして Bm7、 そして C から D のSus4ですね。これがどうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、というパートになります。では今普通にピアノと歌、もうピアノは本当にコードだけを弾いた感じですね。で、これで後ろのコードは間違ってないんですが、やっぱり歌に絡んでないので少し物足りなさが感じられますね。で、まず歌と歌の間に入れていくので、最初のこのどうして、歌がこのようにどうしてと入ります。そしたらここに隙間がありますよね。ここにフィルを入れればいいんですね。で、何を入れるかっていうのを考えるのではなくて、まずフィルをうまく使おうとするならばリズムを作ればいいんですね。どういうことかというと、 1&2&3&4&8、 例えば最初のリズムをこのようにじゃーんつったフィルの部分をこういうふうにタタタン16のリズムを作ったとしますよね。そしたらこのリズムに当てはめれば、例えばここはもう今F シャープ分の D を押さえているので、上から下に下がるんだったらチャチャチャーンとできますし、下から上に行くのであればこういうふうに弾いたりできますよね。これが入るだけで、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、というふうに絡んだ感じがしますよね。で、まずはこのようにリズムから作っていって、音はまあコードの音であれば何でもいいというのが最初のステップですね。ここで難しい点は、コードフィルを弾いている間に今度はもう歌が入るんですね。なのでフィルはもう終わりに近づいているので、今度は歌がそこに絡んでいかなくちゃいけないんですね。なので一人でボケとツッコミを両方やってるような感じになるんですよ。これが最初は難しくて、意識がやっぱりピアノにこうやってしまうと、ああチャチャチャって弾いたって感じで歌をうまく歌えなかったりするんですね。でもどうして君が、このキっていう文字が最後に入ってくるので、絡むようにこのクロスフェードですね、フィルは終わっていく、そして歌は入っていく、これをゆっくりからでもいいので、どうして君が泣くの、まだ、というふうに入っていくととってもいいと思います。そしてこのように、リズムで作りました。このリズムで作っていっていいパターンができたら、今度は、今 D のコードだけでやってますけど、例えばアドナインス、D のアドナインスの E、F シャープ、A、このようにちょっと
広げたような感じになりますよね。歌いながらやると、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分よ悲しむかな、少しずつ絡みを入れてあげてください、2回目やったもうコードで、自分よ今 1 and 2 and 3 and 4、 ただただアクセントを入れる、これもリズムフィルになります。これだと反応した感じはないんですけど、今みたいにリズムでアクセントをだけでもいいです、まずはこのフィルのようにポイントとしてはリズムから作ること、リズムから作っていって、そしてあとはコード当てはめていく感じですね。そして、フィルの中では、リズム、難しいことしなくてもアクセントを入れるだけでも良い。これですね、実に簡単なことしかやってないのにすごくピアノの伴奏が上手くなるポイントです。例えば歌わなくてピアノを弾くとしても、もしもというふうに弾かれると、多分歌う人はちょっと自分のことをあんまり分かってくれてないんじゃないかなっていうふうに聞こえるんですね。どうしてかというと、メロディーを想像してない感じがするから。なのでアクセントをちょっと入れて会話する、そのどうしての後にちょっと入れるだけ。こんな感じだけでも伴奏がこんなふうになります。反応するということがフィルになるんですよね。何もなんかものすごい難しいことをいろいろ入れなくちゃいけないって考えてる方が多いんですが、そんなことはないです。なぜならば歌いながら弾かなくちゃいけないので、あまりピアノを豪華にしすぎると、あれ忘れてしまったとか、もしくはピアノのフィルに、神経を集中しすぎて歌が歌えないなんてこともあるんですね。なのでまずはシンプルなフィルを作れるために、リズムを書く。書いたリズムにコードノートを当てはめていく。そしてもうちょっとプラスアルファの音が欲しいんであれば、ちょっとさっきやったようにアドナイスに加えたりとかしても OK です。そして、肝心な点、このリズムフィルというのも一つのフィルなので、僕はコード弾きに慣れてきて次のステップに行きたいのであれば、まずはフィルの中でも一番やりやすいリズムフィルから入っていくといいと思います。どんなところでも使えます。フィルという、こんなのフィルじゃないと思うかもしれないんですけど、歌のメロディーを想像しながら、
れてあげるだけでも随分歌心がアップすると思います。いろんな楽曲で使えますので、フィルを果敢に挑んであげてください。もうメロディーとメロディーの間があったら必ずこのリズムフィルを入れるぐらいからやっていくと、歌いながらでもちょっとずつ何か足せるなっていう感覚が出てくると思うんですね。そしたらさらにさっきのフレーズとかをどんどん足していくこともできます。ただしやはり最初 のレベルを上げすぎると歌いながら弾くピアノが難しいように感じるので、まずは少しずつ少しずつ、なので、フィルのステップ1はリズムフィル、そして次にリズムパターンを使ってそこにコードのフレーズを当てはめる、この2パターンで最初はいいと思います。これをですね、いろんな楽曲でどんどん応用して、歌いながらでもフィルを入れて、そして崩れないようになることがポイントだと思います。ぜひ頑張ってこのフィルを入れながら弾き語りできるように練習してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。